こんにちは、若松宗男チャンネルでございます。早いもので今日は20日目ですかね。毎回いろいろとコメントいただきましてありがとうございます。今日は第2弾のシングル青い珊瑚礁、これは7月1日発売でしたがね。で、実はね、この青い珊瑚礁も私がタイトルをつけました。どこでどうつけたかというとですね、デビュー曲の裸足の季節は CBS ソニーの会社の事務所でいろんなディレクターと話し合いながらつけたんですけれども、このタイトルはですね、実はたまたま映画を見に行きましてね、日比谷のスカラ座だったと思うんですけども、それで映画を見てたら、あの予告編って出ますよね。この予告編で青い珊瑚礁ってのパッと出てきたんですよ。ブルック・シールズ主演の映画ですけれども、あ、これはもう次のもう新曲のタイトルにもうドンピシャだなと思ってですね、それでもうとにかくその場でよしこれでいこうというふうに私は決めまして、それで作曲の小田さんの事務所へ行って、で、実は小田さんまだ詞も何も決まってないですけど、タイトルだけ決めましたから、とにかく夏の気分のいいタイトルで青い珊瑚礁これで行きたいと思いますと、おおいいね、なかなかもうすぐイメージは湧くよっていうんで、ほとんどね、出足のところはもう小田さんがギターで、なんかあっという間にあのフレーズは出来上がりました。それでアレンジはね、これ大村正明さんっていう、まあ天才アレンジャーなんですけど、山口百恵さんの「シャニクサイ」っていう歌を聴いて、いやーこういうアレンジする人がいるんだな、誰なんだろうなと思ったら大村さんのクレジットがあって、よしこれは大村さんって俺知らないけど、こんないいアレンジする人であればもうぜひ今回の作品やってほしいなと思って、それで大村さんに頼みまして、ですぐ心地よく心よく、引き受けていただきました。でね、これは、録音は、CBS ソニーの信濃町のスタジオで撮りました。それでね、もうイントロからなかなかいいなっていう感じだったんですけど、まあ、私がね感心したのは1番と2番の感想ですよ。この感想はすごいね。もうなんていうのかな、まあメロディーっていうのかフレーズっていうのか、それから楽器の使い方、まあびっくりしましたね。これでもうこの曲はもう絶対大ヒットだなというふうに予感いたしました。まあおかげさんで、もう大ヒットしたわけですけれども、多分オリコンではね、2位だったかな。まあでも成功のポジションはまあ一気に、上がってきまして、非常にいい状態になってまいりました。もろもろまたお話ししたいと思います。ありがとうございます。